声優戦チャンネルの時間です。若藤です。西です。五木ひろしです。本日は清水明さんにお越しいただいております。ありがとうございます。いいですね。よろしくお願いします。いいですね。むさっくるしくて。ありがとうございます。担当直にお伺いしますが、はい、五木さんの歌をかなりアレンジされて、ええ、怒られたことはないんですか？はい、あるんですよ。あるんですか、やっぱり。あるんですよ。五木ひろしさんがあんまりよく思ってないよって。五木ひろしさんがあれだけ大切にしているデビュー曲を違う歌い方しちゃって、あの人はうう言っていてしまったってやってるわけですから、あんまりいい顔はしてないやんって風の噂で聞いて、それはいかんと。まあ敷居高いけど、名古屋の味噌の座でやってるっていうから行きました。味噌の座、謝りに、はいはい、そしたら五木ひろしっていうのれんのところを分けたら、お一人で座ってらっしゃって、おはようございます、清水でございます、何にも言わない、うん、かな。いやー、こっちも話すことないし、まあすいませんでしたって帰ろうかと思ったけども、まあちょっと言って、お探しして申し訳ないですって言って、それでも何もないんで、 お土産持ってってそれを置いて、じゃあ失礼します。おい、はい、あまりやりすぎるなよって言われたんですよ。だからそれ帰ってまた やりましたけどそういうことがありましたよ。ここには取れてないですけど、あの一応ご挨拶に伺ったっていうことで、まあ気持ちは晴れないですけど、その後五木ひろしさんの結婚式に呼んでいただいたり、あとコンサートっていうと一緒にコンサートをやったり、まあいろんな方が入ってですけどお話してくださったりしましたから、まずモノマネした時に許してくれたのが実は村田秀夫さんなんですよ。もう一番敷居高そうですけどね。はい、あの当時芸能界では北島さんは親父、あの村田秀夫さんは音帯って呼ばれてたんですよ。で音帯はあのいいじゃないかと、清水明がいろんなところ行って俺がいないところでも村田だ村田だって言ってくれ、こんな宣伝ないっておっしゃってくれって、村田先生の番組に呼んでくれたんですよ、ある日。それで、あ、清水でございます。おお、清水君か。うん、いつも俺の宣伝してくれてありがとう。これは俺の時計あげるよ。そこで一番手の時計をいただいたんですよ。それで、まあお前のお金だな、俺もな、結構大変だよって。どうされますか、新幹線乗ってると、村田だ、村田だって、子供がグリーン車走ってくるんですよ。これでしょうがないから寝たふりしてても村田だーって言ってるんですよ。ほいであのハンカチかけて寝てるとハンカチこうやって村田だーって言ったって、ほいでね、そうやって言ってくれてありがたいよっつって言ってくださったのが、芸能界でも音帯が許してくれたっていうのは、そこで皆さんがいろんな真似しても皆さん許してくれたようなところあるんですよ、うん、だからそういう点では音帯がまずあの手を挙げていいよと。で春日八郎さんと会った時に、ああ私はそういう顔でしょうかねって言われて、いや実はね、私の真似をしてるって娘と奥さんが聞いたそうです。そしたらお父さん一回見て面白いからもうそっくりだからって言われて、その日私たちの番組に出てくれたんですけど、あとあの堀内孝雄さんの真似した後で、新幹線行こうと思ったらマスクしてサングラスしている人がいて、ありがとうございますって言っちゃう。誰だか分かんないんだよ、こうやって言ったら堀内です、先日は真似してくれてありがとう。私は見てないんだけどバンドのメンバーがみんなお受けしててありがとうねって、こうやってたた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 た、そんなこともありましたね。堀内さんっていわれば、そうしたら谷村新司さん、
いいこと聞いてくれた谷村新司さんなんですけどカツラかぶってセロテープをやってそれであのどなたかの葬式で座っどうも失礼しますって座ったら谷村新司さんだったんですよ。あの清水ですいつもお探ししてますってこう俺も目水じっぽいって横に座ったことありましたね、うん、別に何も言われなかった言われなかった坂田敏夫師匠の UFO をやられたじゃないですか。はい、ご本人さん出てこられて一緒にやられた回もあったんですけど、あれはネタを出す時に、うん、フジテレビの方に、アホの坂田さんやりたいってまさかそこであれだろうねアホ UFO とかってアホってやんないだろうねってなんでわかるんですかって言って、いやそれはやめた方がいいなって言われたんですよ、うん、いや俺自信あるんでぜひやらせてくれって言ってそれでアホって始めて、うん、そしてまあ湧いたんですよ、うん、それで今度ご本人が出てきた時に私はねすごい受けたのは、うん、私の真似してるんですよ。そうなんですよね、本人は本人で真似すればいいんだけど私に寄せてきてあっほあっほってやるんですよ、うん、で私がどうやって動くか見ながらそれお前どうやって動くの俺続いていくよって目で訴えてあこれは俺が動いた方がいいんだなとあっほあっほったら後ろから師匠があっほって動くもんですからあれは笑いましたね。いや感動しました、うん、あの回いやびっくりしました、うん、あの人って優しいんだなと思って。坂田さんは、まあ、気に入っていただいたんですかね。ええ、もうお喜びです。あ、そうなんですか、ええ、あと球児浩二さんも感心してました。いやすごいなっつってゲロゲロとか言ってこれすごいなって言ってましたけど、私はあのモノマネやるときに何回も見たりしないんですよ、はい、よくあの VTR 何回も 見てやる人がいますけど、私は2回ぐらい見ればいいんで、あとは自分の中の球児浩二さんどうだったっけな、橋幸夫さんって自分の中どうだったかなっていうのであのやってるんで、別に研究してるとかそういうの一切ないです。清水明さんはね、あの自分の演出がすっごいうまいと思います。あ僕はあの花火師あちゃことか、はいはいはい、トニータニーとか知らないんですよ。あそんな年先生若いの。1959年生まれなんでギリギリ知らないんですよ。知らないわ。で清水明さんのモノマネでザンスザンスって踊ったり、はい、でもそれが、ね、おかしいんですよ。で似てるか似てないか僕分からないんですけど、だからおかしいんですよ。当時はね女子学生もそうザンスとか言うんですよ、うん、私小さい頃にねそれ見てたんですよ、うん、54年生まれ1954年ですからギリギリバンジュンザブルさんとコントしたこともあるんですよ、うん、多分ねバンジュンザブルさんとご一緒にした人はもう私たちまでじゃないですか、うん、俳優やれるよなと思ったらやられましたよね、はい、ハサミ光彦シリーズ。あやりましたね。とかモノマネ刑事とかあやりましたね、すっごい前だと思いました。いやだけどあのやっぱり俳優さんって俺ダメですね、待ち時間長いじゃないですか。ああそういう意味で、あのやっぱり営業畑にいるんで行ったやった帰る、こっち行ったやった帰るじゃないと、それはあのまして看板の人がいてその人をずっと待ってるっていうのはもう時間がもったいないっていうか、私はあの仕事は合わないですね。モノマネの、まあ、歴史をほとんど作られてきた清水さんの時代で、ここをお聞きしたいんですけど、この人のこのモノマネすげえよなとか思われたことありますか。やっぱりありますね。教えていただきたいんですけど、最近だとあのその前にゲストに出られた中島麻里さん、中島麻里さんお弟子さんというレッツゴーレッツゴー吉馬さん、あれをねある日見っけたんですよ、まだまだこう脚光を浴びる前ですよ、うん、で見た時に売れない、うん、売れないじゃないな、まだまだ頑張ってきててまだ芽が出ないような人の、うん、そういう人の真似するんですよ、レッツゴー様、うん、ほうこれで俺があこいつに一言言いたい、うん、
こいつ目の付けどころいいなっていうので、うん、Facebook であなたのやってることは今間違ってない、一生懸命やってきなさいって入れた、うんうん、そしたら本当ですかって清水さんに言われて嬉しいっていうのが返ってきた、うん、それからそう1年ぐらいして彼がバーッと出てきたんですよ、うん、結局モノマネって誰かがやってるモノマネをやることは簡単なんですよ、うん、コロンブスの卵でこの卵を立つかって、いやこれどうやっても立たないの、あそうってガチャって割ってこうやって立ってってほら立ったでしょ、うん、そんなことはできるんだっていうのがこれモノマネなんですよ実は。だから誰もやってない時にそこに着眼点を持ってくるっていうのが大事なことで、それがない限りは俺はああ、あれがやってたやつだな、ああちょっと変えたな、目先変えたなっていうぐらいしかないんで、だからそういう点ではレッツゴー吉政はびっくりしましたね、ええ、この志村さんの真似はどう思われますか。あれはね俺に言わせるももうちょっとなんで、ね、ああそうなんですか、うん、だからあれでただ言うだけじゃなくてオチがあって、で志村さんが言いそうもないようなことを言って初めて、完コピじゃダメなんですよ、うん、だからやりそうもないけどもしかしたらやるかもな、うん、橋幸夫さんが水着で踊る、うん、踊るわけないだろ、うん、さで浮き輪なんかするわけないじゃないか、うん、睡眠キャップどうしてかぶるんだ、うん、もしかしたらあるかもなっていう、うん、そこなんですよ、うん、だからモノマネは本物以上にいろんなことができるってこと。なるほど。モノマネする、あ面白いな、バカそんなことやるわけないじゃないかって、これモノマネが初めて面白いところで、ただやっぱりモノマネって俺は発明だと思います。発明、うん、発明したところでなんだここに着眼点をここに置いたらふざけんなっていうのがモノマネだと、うん、そういった意味ではもうセルテープ系はもう発明ですよね。うん、まあ天の子さんやってる人がいなかったし、うん、誰が一番最初にやったっていうことではない、うん、どこに置いたか、だから志村けんさんもあーんっていうのはみんなやってる、やってる、ただ普段のしゃべりはどうなの、うん、そこに置いたために良かったっていうのはありますしね、うん、あと和田彦さんのお名前してる、うん、社長子さん、社長子、うん、あれも和田彦さんの普段のしゃべり方、うん、そこに着眼点があったから、多分レッツゴーもそこを置いたんだと思うんですけどね、うん、非常にいいといいですよ、ああいうのはヒット飛ばせるんですよ。清水さんは、うん、今の番組を見とられるんですか。やっぱり見ますね、モノマネ自体が好きなんで、うん、見ますね、大好きです。ただ歌今二つに分かれてて、松浦航大さんとか、うん、荒牧さんとか、うん、歌がうまい、うん、歌が似てる、まあそれも今ありなんですよ。でも面白い、でも歌はダメっていう人もいるし、だからこの人たちがちょっと面白いことをやりだしたら、松浦さんとかね、うん、あれが面白いことをやりしたらかなわないと、うんうんうん、モノマネやる人って歌もうまいですよねって言うんですよ、うまい、うまい、うまいですって言うんですよ、うん、だって歌うまい人の真似するんだから、うん、歌うまくない、うん、まあそう、そういうことですね。そうでしょ、はい、歌もあのくなきゃ説得力ないじゃないですか、うん、これからのテレビは歌番組が多くなりますよ。それでどうなるかっていうと関西弁がなくなってきます、うん、関西弁がなくなっていって歌番組が多くなり、お笑いの番組っていうのはなくなります。実は笑える時間じゃないんですよ。そこですよ、うん、コロナが終わってまだ終わったかわからない、他の国では命のやり取りして戦争をやってる、今笑ってる人なんていないんですよ、うん、だから今テレビに出ないのは今出ても笑えないんですよ。その中でじゃあ何が面白いって言ったら、昔はこうだったね、昔はこんなの流行ったね、これからは本物志向っていうかおちゃらけじゃない、要するに歌の世界だけ夢見れるようなそんな時代で、歌の中でも不倫っていうテーマは一つもないんですよ今、うん、昔はホテルであってホテルでなんとか、
あんたの家の前に行ったら子供と遊んでたねなんて歌は今いらないんですよ。今は好きだったけど別れなきゃいけないとか遠い人になっちゃったとか、今歌を取ってもみんなそういう歌ですよ。人間って飽きの来る動物ですから、もう散々笑って飽きた、それで今現在がこうなっている、そうなったら何かいいかって心に染みる歌ですよ。それから今度染みてたら今度は希望を持つ歌ですよ。希望というののあなたを訪ねてみたいな、ああいう歌が出てきて、やがて晴れた空っていう、ああいう明るい歌がこれが出てくるんだと思うんですよ。時代は繰り返す繰り返す、うん、つまんない話になっちゃった。いやいや、すごい興味深い話です。まだまだね、話は聞きたいと思いますけど、ぜひまた次回あ家近いんだよね。すぐ来れますから。ぜひお願いします。わかりました。じゃあぜひまたテレビでお待ちしております。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来るよ。Thank you.